古今帝慎吾は落語の名跡。当代は二代目。初代古今帝慎吾は東京都台東区浅草出身の東京の落語家。落語協会上任理事を歴任。所属芸能事務所はハブマーシー。出林は芸者ワルツ、藤娘、血液型 B 型。本名、篠崎進。1966年8月31日の高校在学中に、 新章宅に母親を伴って押しかけ、弟子入りを直訴反隠居状態で弟子を取らぬ方針の新章に変わり、次男の三代目古根帝新長が一般は引き受けることになったが、売れっ子の新長は古根帝演劇の新内疲労の真っ最中で多忙を極め、またその日は新章の機嫌も良く、夫人の取りなしもあり、新長門下の身分のままで結局、 大師匠の新章に苗弟子を許される。古今帝隆助で前座修行。1968年1月2日に上野鈴本演芸場で初講座。この一人を務めた新章は最後の上席出演だった。1971年11月三つ目に昇進指針んに改名。1973年に新章死去に伴い新長門に正式復帰する。 1978年、落語協会分裂騒動に巻き込まれる。大量新打ち昇進制度新打ち昇進試験を自ら拒み、人気、実力にもかかわらずあえてに詰めに止まり続ける。2つ目昇進時に11人同時に昇進したことで懲りていたので、10パヒと唐揚げみたいな形で新打ちになるのは嫌だったと信吾は後に語っている。 1982年11月に、初代古今帝、新語、七代目、三遊亭窓加工、四代目吉原朝馬、春風帝一丁、三代目、三遊亭小金場、柳屋千八、六代目古今帝神橋、立川男性、立川左段寺、六代目立川善馬で、新内昇進、初代古今帝新語に改名。高には三丁目から五丁目に転居したことから、 解明したと言われているが、心臓と読み違えられることを嫌い解明と、新護婦人は UST で披露。1983年、第3回、国立演芸場花形新人大賞受賞。2010年9月28日、上行結腸癌のため、東京都内の病院で死去。61歳没。弟子4人は弟弟,弟子、心しん端に引き取られた。 原田義しと交友があり、原田が亡くなる4日前に、松尾隆氏が原田の見舞いに訪れた際、原田が新吾みたいに死ぬなよ、と松尾に言ったという。三代目古根帝、新朝の一番弟子であり、五代目古根帝、新朝の最後の弟子。妻は、書道師範、フォークデュオボーカルと、多彩な才能を持つ。後、長男の篠崎隆の協力のもと、 2010年から2016年頃まで、立川佐団寺夫人というストリームで生放送、吉日光、配信、100回以上続いた。長女は、日本舞踊の松本流師範の松本美雪宮みで、しばしば講座にも上がって、踊りを見せる。慎吾の死後は、全員6代目古今帝人橋門家となる。浜美雪、師匠話、ありがとうございます。